おい監督、大丈夫か？荷物貸せ。そうか、今日は特売の日だったのか。それにしても一人で持ち帰れる量じゃないだろう。次からは声をかけてくれ。荷物持ちぐらいならしてやるから。改めまして、七尾太一役の浜健人です。はい、高藤タスクの声やってます佐藤拓也です。今夜一つ目のジングルは高藤タスクで、監督ネームワニプリンさんからいただいたシチュエーション、うん、大荷物を持って歩いているところをタスクさんに助けてほしいですというリクエストに答えたセリフでございました。うん、なるほど。初売りかな。初売りですかね。初売りね。初売りですね。今あれだよね、福袋の中身とか分かんだもんね、大体。え、ダメじゃないですか。なんか、これぐらいの商品が入ってて、大体こういうのが入ってます、みたいな。むしろなんか分かってないと、ちょっと買いたくないみたいな、方も結構いらっしゃるみたいで、昨今は、だいぶ中身公開してやってますよね。それで、でも安く買えるってことですもんね、純粋に。まあそうだね。うん、何万円相当とかいうことでしょ。いい世の中になりましたね。そう、素敵ですね。